人前で生理の話できる私マジで、サバサバしてて可愛いみたいな女いるんだよ。マスドエあたりが本当に、犯罪を犯してでもなんか、消してってほしいわ。いるだろ !20 代前半ぐらいの。朝の光とかもう絶対する。ほんと寒い女いるんだよ。だから結婚もできないし子供も産めねえんだよ、おめえは。そういうなんかあれがねえんだよ。女性としての、なんていうのかな、恥じらい、恥じらいがねえんだよな。なんでいつも朝の光に厳しいんだ。いや、じゃあ俺の嫌いな女にあいつが当てはまってるだけでいっぱい。俺別に朝の光に全く興味ないもん。ただ俺の嫌いな女をイメージすると具現化されてくる女が朝の光だったっていうだけで、どういう放送してんのかとかほんと知らねえもん。こんな私でも、あの某すごい有名な先生に50万で買われそうになったことがあるんですよ。見る目ねえな、そいつ。おいや、しかもね、目がマジだからね。抱きたくねえだろてか俺金もらってもやりたくねえ。なんでさ、もっと若い女がいいだろ、そんな。そうでしょ。いや、おかしいよね。なんでダメなの。頬骨に言われたくねえよ、そんな。私だとお前に抱かれたくねえ。いや、俺まずね、こういう場所になんかさ、もうこれかしこまって着物着てくる女大っ嫌いなのに。マジで俺嫌いなの、こういう女。一番立ち悪いから、こういうの、性格悪い。俺はさ、一応お寺でやるからとか。違う、もうみんなバカだから分かってないだけで、こういう女はマジで性格悪いし、しかも寒く、普通寒かったら手袋、熱い手袋してくるのに、こんなすっげすけのね。ネグリジェみたいな。そう、ネグリジェみたいな。こういう女にいい女一人もいないから、マジでお前ら騙されんなよ。一言言っていい？一番注意しろよ。一言も言えなくなっちゃったじゃん。負けちゃったよ。負けちゃったよ。でも俺はやっぱ正直な気持ちをみんなに伝えなきゃいけないから、今日は嘘つけないから。お前体温めるためにわざとマックス立ってただろ。そう。寒いからやっぱテンション盛り上げてやるみたいな。みんななんか全然喋んねえんだもんなんかね。じゃあ2位いいですか。すげえ本人テンション下がってる。大丈夫なの。もうね、やる気ない方と頬骨のせいで、やる気ない方どうでもいいわ、本当頬骨のせいで。2位、乙酒さんの不倫。これ出た時皆さんびっくりしませんでした。これ加藤のリスナー一番怖いよね、正直。だからもうあれ敵に回したら、だからこう前ね、加藤純一はつまらないって言ってた配信者がいたんだけど、うん、その人放送しなくなったからね。怖い。いやね、すごいやつ。私もね、うっかり一回ディスったことがあるんですけど、次の日がやばくて、もうツイッターで100件以上のやんべ。この女やんべ殺すべきだ。それはなんかてめえのディズニーがねえからだろ。お前の信者つけて俺の話してないじゃねえか。出てくんじゃねえよ、カメラの前に。てめえの信者がよ、もうちょっと手なずけてさ、協力しろって話だよ。お前ニコラジ二度と出るなよとかさ、そんなばっかよ。ずっと来るからね。もうね、ちゃんと手なずけて、教育してよ。あなたの信者やばいよ。そんな安倍晋三に俺言うんじゃねえよ。安倍か？俺関係ねえよ。おめえの信者なんかそうやってさ、自分の実力不足を人のせいにするやつは大嫌いなんだよ。違う。安倍晋三に言うよ。リスナーの鏡じゃん、主は。だから同じなんだって。同族同族。そうやって荒らしてるやつ親に頼めよ。なんかさ、いるじゃん、学校とかでもさ、勉強できねえな、学校のせいだとかって、てめえが家で教育しろ、バカだろ。なんで俺が教育しなきゃいけないんだよ。子供じゃねえんだから家でやれよ、もう知らねえよ。おかしいだろ、なんか。なかなかね、でもリスナーを完璧に手なずけは無理だよ。そうね、俺たち、ほんと悪者だよね、見てください。荒らしてるよ、こだから俺たちみたいな。そこでいきなりよ。ここがさ、ひどいからって、タグ。ひどいよ、ここは、ほんとに。実際、無理だって。そう、無理なんだよ。ほんとに無理だよ。だから、そう言って、ちょっと。あのね、この人ね。でもさ、そんだけさ、パイがでかいとさ、みんなさ、あのそれが正しいと思っちゃうんですよ、きっと。そう。俺正しい、俺王様みたいな。俺が違う。そう、二人だよ、二人よ、二人だよ。俺自身がってこと。おめ自身だよ。もう話にならないんだよ、だから。絶対違うもんな。そういう次元の話じゃない。そういう次元の話じゃないの。現に、やっぱ、視聴者抱えると、だって5000人見てたとしてよ。その5000人たちは別々の考えを持ってるんだよ。それにさ、なんていうの、これ、俺の発言で、その人たちの人生変えられないから、俺は好き勝手してって言ってんの。なるほどね。その代わり、責任は全て、あなたたち、が取ることになるから、それは気をつけてねって言ってるだけで、正しい教育じゃん。加藤さ、正直さ、本気出したらもう今の暗黒潰せるなぐらい思ってるでしょ。いや、思ってない。俺はみどりさんのところにはやっぱ声言ってきてなと思ってる。あ、正直、なんでなんで？ニコ生で、なんていうの、一番逆らっちゃいけないのは暗黒放送の人だと思うんだが、俺だからみどりさんの悪口めっちゃ言うけど、暗黒放送見てる視聴者の悪口人生一回も言ったことない。そう、俺は悪口言うけど、悪口言われてもいいと思ってるから、俺自由だよ、だから。
全然。でみのりさんも自分の視聴者の悪口絶対言わないじゃん。俺も絶対言わない。絶対加藤でもう最近あんこ見てないからだって。いや見てるって全然面白くないけど見てんのちゃんと。意味が全然見てる。もうはっきり最下位だけど俺は見てる。でもあんだけ人来てだからみのりさん今俺言った方がいいよ本当に。こんなふざけない。俺感謝してるよだから。でもね最近あんこ放送さ最後にワーワーじゃなくて死ねって言われる。でもそれはいいじゃん。いいことだよ。あの伝統のワーワーがなくなったら。ワーワーが死ねになってたよ。いいんだよね。アンチがいたんだけど。ニコ生のトップがこうなんだからどうなんだろうね。野田みたいに宗さんは宗君とか書かれてるとかおかしいんだよね。そういうことなんだから分かった、納得した、分かった、なるほどね。あ、じゃあ浅野先生。はい、あ、先生私ね、すいません、もう市場しか入ってないんですけど、私の大好きなネイルさんの隣にいるんでアピールを。1位、ネイル様ニコ生復帰、今年ですよね、復帰さ。はい、遠くないですか。いや、なんでこの距離感やめてなかったんですか。え、ちょっと待って、なんでこの距離感だけじゃん。そうでしょ。ちょっと、ネイルさん仕事放棄するじゃん。ちょっと待ってください。ちょっと、ここに座って。